モビルスーツ隊の皆さん、順次発進をお願いします。はい、今日も来ましたこの戦場ということで、今回から始まりましたバトオペな日常ということで、はい、まあ、とりあえず使いたい機体を使っていくっていう軽い企画でございます。はい、よろしくお願いいたします。まあ、バトオペネクストでもね、同じようなものをねやってたんですが、痛くない痛くない、ザメルだぞ。援護、はいよ、そこやざめる魔術へ。撃ってけ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 。ほんとザメル強くないですかね、やばいよね。さあ、そこはっはっはっは。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まあこの企画はね結構軽い気持ちで戦いに臨んでいて、軽い気持ちっていうかなんて言うんだろうね、ただ次のやりたいようにやっていくっていう感じですね。やざめるマジやべえ。撃つぜい、ドン。やばいやばいやばい、ちょっと待って、左側援護行きましょうか。はい、崩していくよっ。オッケー、よし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 、そこに援護。オッケー、ちょっと引きます。やったね、オッケー。ミスった、そう。オッケー、痛い、そろそろやばし。ちょっと待って、左側も援護しますぜ。オッケー、ナイス。危ない届くんかい。さあ、ということで出撃でございます。いやー楽ですね、気持ちが。ちょっと見えないな。こっちはもう固定放題になるだけでいいっすからね。やばい、絶対今の狙われてたよね。はい、よっ、やばいです味方さん。すげえそこ、はい、どんどんいくよ。受けていく、そこいこう。すまね、ちょっと外れてきたね。そこ、オッケー。さてと、やらせるかよ。味方さん援護、オッケー、素晴らしい、ナイス。オッケー、命中。基本イスギは新規の方が好きですからね、普通の機体よりも。落ち着いて、そこ外して、オッケー。あー、くそ、外してきたなー。オッケー。あー、ちょっと待って。オッケー、いいよ。あともうちょい。オッケー、どんどん打っていこう。さあ、そこ。オッケー。いや、強え。いや、そこ当たんないんだね。オッケー。あー、当たって。さてと、あー、狙いすぎた、狙いすぎ狙いすぎ。もうちょっと楽にいこうぜ。はい、そこ。これも当たるんです。あれ、当たんない。ちょダメか。さあ、前に出ましょう。ザメルはやっぱ強いっすね。さあ、行こう。あ、やべ。ドーン、どん。ザメルやばい。狙い、はい、終わり。はい、ということでお疲れ様でしたやばいっすね、敵さんすげえ抜けてきましたね。皆さん、これがザメルの力でございます。はい。ということで、第1回目、はい、バトオペな日常だったんですが、最初の方はあんまり説明できなかったんですけど、はい、ガンダムバトルオペレーションネクストの方でね、すげえバトネクな日常っていう、ちょっと短い動画、うん、説明とか特にしないね、短い戦闘だけの動画があるんですけど、まあ、それと似た感じで、新機体とかが出たらしっかり説明して出していくんですけど、はい、まあ、そういうのがない期間はこうやって短い動画をねバンバン上げていくつもりでございますので、はい、いすぎの気分次第で機体が決まっていきますので、はい、あ、この機体気になるなっていう方いたらね、見に来てくれると嬉しいです。はい、ちなみに得意な機体しか使えません。はい苦手な機体はね、あまり使わないと思います。はい、でも練習、生放送が10月4日からできますんで、そっから、その生放送とかでは、あれですね、苦手な機体練習していくかもしれません。ということで、皆さんお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。